さんこんばんは。こんばんは。私たちがプリマドンナです。今回ですね、みんな今こうタンクトップというかね、割と夏な格好をしているんですけれども、何かと言いますと、プリマドンナ1ヶ月ダイエット企画。おかしいおかしい、みんな泣く。あのですね、ダイエット企画って言っても、途中経過をどこまで皆さんにお届けできるかはちょっと私たちのここ次第なんですけど、ここ次第個人個人次第なんですけど、痩せたい部位をメンバー1人ずつ1個ちょっとピックアップして、何センチとかを測って今から何センチとかっていうのを測って皆さんにも公開します。でそれをちょうど1ヶ月後ぐらいのタイミングでまた動画を撮って、果たして痩せていたのかどうかっていうやつですね。これはね、痩せたいけど、なんかこう見られてないと痩せれないっていう最終手段だよね。動画にして気合を出そうっていう強行突破手段なんですけど、実際にやめて実際に測ってみたいと思います。最初のんちゃんから。はい、スプーン。どこを測るんですか？下っ腹だそうです。解散しますね。下っ腹、腹っ腹、腹っ腹。勇者だよね。ウエストではなくあえて下っ腹をいくっていう下っ腹なので、まあ世間一般のウエストよりは太くて当たり前の場所だとは思うんですけども、69.3 69.3 センチです。63センチ。そこまでにウエスト63センチで、身長が何は150センチ。今痩せたい部位の下っ腹は 69.3 50センチぐらいなのかな。あーそうだ、20センチ。やばいね、20センチ1ヶ月で20センチはやばい。なくなっちゃうのね、やばい。何センチにするのクリス？マイナス3センチ。3センチって結構3センチ大変だと思うよ。大変ですか？だからやな3センチでもいいと思う、全然。というわけで、じゃあマイナス3センチが目標らしいんですけど、まあ、このセンチはね、あくまでも目安なので、ちょっとこの見た目感も覚えておいてもらって、見た目上でも痩せたらベストなのでそれもちょっと参考にしましょうね。意気込み。食べなくない。あ、じゃあ主にどうやってダイエットする予定ですか？どうしよう。足上げ。足上げ。足上げやります。足上げで下から鍛えるってことですね。下から鍛えます。だそうです。ウェイウェイネクスト。あやこさんは、はい、どこの部位にしますか？私は太ももです。下半身がコンプレックスすぎて、こう見てもらうと分かるんだけど、膝上とかふくらはぎは別にまあ置いといて、問題はこの今隠れてる部分、ここの、諦めなって言われたんだけど、そう、これを機に絞りたいと思います。ここ。はい、では、やだ。行きましょう。51センチちょうどです。ぴったり。51センチ。はい。44。まあ、ここの、まあ、足の中、ももの中で一番細いところが44センチ。サイトに載ってる平均は、まあ、その辺が42センチから45センチぐらいが平均らしいので、まあ、ここはまあ平均ですね。こっちの平均はちょっとサイトには載ってなかったんですけど、でもこれも3センチぐらい縮めたい。大変かな。3センチ。いやー、太ももの3センチきつそうじゃない？でもそんぐらい絞りたいんだ。3センチにします。私頑張ります。3センチ。太もも痩せをするために何をしますか？むくみは結構影響あるみたいなので、こうリンパマッサージと、あと脂肪燃焼っていう意味では、ランニングだとちょっと筋肉ついて逆に太くなっちゃうのが怖いので、ランニングとウォーキングをちょっとバランスよくやれたらなと。あとあれ、あのエアーで自転車こぐやつ、あれ引くんで、空中向いて足をこうキリキリキリってやるやつは、まあ、よくやるんですけど、それをちょっと強化しようと思います。やってるやってる。トレーニング始めてる。下っ腹が切れそう。でも下っ腹トレーニングいい感じです。前もも育ちそうだね、これ。確かに。です。はい、水木さん。はい、どこですか？私はふくらはぎ。ここ。これね、よくあの送信エステとか行って見てもらった時に、むくみすぎて、これむくみ全部取ったらめっちゃ痩せるよって一回言われたんですよ。それをずっと放置してたので、あれを機にエステ通いますか？エステは行きます。わかります。はい。33.5
43.1、 まあじゃあ誤差 0.4 ぐらいだったらあんまり変わんないかな。太かった方が怪我してない方？ない方、うん、筋肉が落ちたんだね。一応平均が、32.1 らしいんですけど、まあ、ちょっと測ってる部位の誤差もあると思うので、あくまでもまあ参考程度に。あ、確かに、でもこうやって見ても左足の方が若干太い。確かに。じゃあ筋肉落とした方がいいってことですか？見た目的には落ちてる筋肉落ちてる足の方が細くは見えるのかもね。あとは筋肉のつけ方、むくんでないんじゃない？使ってないから。太ももまではあんま誤差ないんだけど、膝下が全然違うかも。ね、あ、目標何センチにしますか？マイナス平均には行きたいですよね。平均が32センチだったので、それに合わせて32センチにしつつ、両方の足でちょっと差があるので、そこを調整しながら32センチを目指したいと思います。そのために何をしますか？まあ、まずむくみを取るマッサージと、ここだけ使えるマッサージ機みたいなのをゲットしたので、それを駆使して頑張ってください。怖い。はい、それではみゆちゃん。はい、痩せたい部位はウエスト。じゃあウエスト測っていきたいと思います。はい、どうやって測るんだ？ここですね。おお、めっちゃ緩いですけど大丈夫ですか？めっちゃ手こずってるじゃないですか。いいよ、ガッツで。先チェンジ。はい。こういうの苦手。だいぶもうここできると思う。読むだけだと思う。まさかの測る人変わるっていう。数字苦手。いや、そういう問題じゃない。67.1 ですね。じゃあ、お願いします。はい。元に戻って、平均は63。63とのことなので、あと4センチ。まあ一応ね、あの平均で出してる数字はノンよりも背が少しちっちゃい人の平均だとは思われますが、ノンじゃないや、ミユか。ミユよりはちょっと背ちっちゃい人の平均だとは思われますが、どうしたいですか？3センチ。だそうです。そのために何を頑張りますか？食事制限。ミヤのダイエット、食事制限なイメージある？私とも食事制限してる。ちなみに今まで挑戦したので一番効果があったのは何？グルテンフリーか。あ、そうなんだ。小麦粉ダメなやつ。そうそう、パンとかがダメだね。パン、パスタ、麺類とか全部ダメだね。もう絶対無理ね。本当そのでもめっちゃやった時はもうアレルギー並みに省いたから、もう調味料的なのも。調味料にも小麦粉入ってたら食べない。うん、をやった時が一番痩せたかな。プラス8時以降食べないってやつ、ね、すごい。生活サイクル的に8時以降食べないっていうのは結構難しいですよね。そう、10時以降は食べないのはやってた。あ、そう、寝る時間から逆算してね。グルテンフリーは結構食べるもなくなるから、食への興味がなくなる。あ考えただけで悲しい。ね、具体的に何の食事制限をしたかはきっと途中経過報告で見れるのかなっていう感じですね。はい、頑張ってください。はい、というわけで、全員の採寸が一応 STIV の採寸が終わりましたので、まあ、まずはね、インターネットに載ってる平均を大体はみんな目安に頑張ろうかなっていう感じなんですけど、体重とかじゃないので何センチの基準って分かりにくいとは思うんですけど、あくまでも目安で、一番は見た目が痩せることが大事だと思うので、マイナス1センチだったとしてもめっちゃ痩せて見えるパターンも筋肉のつけ方ではあるから、なんかそういう体型を目指して、この夏最終結果は8月末、そして途中結果はちょっと 1,2 週間後くらいかなと思ってますので、見守っててください。あと逆に、あんかさ、この部位のおすすめダイエットとかもし知ってたらコメントで教えてほしいです。ね、うちらもいろんな運動は普段してるつもりなので、いろいろもっと詳しい人がいたら全然教えてほしいね。挑戦します、いろいろ。この夏ダイエットしたい方、する予定がある方は一緒に頑張りましょう。もう頑張りましょう。バイバーイ。バイバーイ。公式 LINE でしかゲットできない情報やプレゼント企画もあるよ。はい、お得な情報盛りだくさんなので、ぜひ友達追加お願いします。はい、そして YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。